前回はさ、ちょっとやらかしちゃったけど、今回は間違ってないよな。間違いなく、キャプリコ、カプスケいるやつだよな。っていうか、俺ワンボックスで買ったの初めてだ、これ。カプリコ、ワンボックスに10個入ってんだね。ワンボックス10個。店員さんに聞いたらね、出してくれたんだよね。ワンボックスのこの10個入りのやつ。箱、売ってるところの奥に入ってて、あ、これ気づかねえわと。10個入りの、この、これ本カプリ、待って、一本カプリコチョコ。これ一本カプリコチョコっつうの、これ。これに、書いてある。しかもね、ちゃんとね、カプスケいるって書いてんだわ。ラッキーだと、キャプリコでしょ？どっかに書いてある。あ、こいつがカプスケなんだけど、カプスケがいるって、あれ待って、書いてあるはずなんだよね。あったあった、ここ。カプリコ占いともう書いてあるんだよね、ちゃんとね。今まで一回も気にしたことないから、絶対出してると思うんだよな、生涯で。1カプスケぐらいは。このカプスケに会えたらラッキーということで、もうチョコ自体がね、カプスケになってんだってさ。だ今日はこのワンボックス、多分ワンボックス1カプスケぐらいだと思うの、俺的に。うん、だからもう出るんじゃないかなと。一発目が出たりして、今日カプスケを出して、みんなで、あ、いい香りだね。素晴らしいね。キャプスケ。出たか。あ、違うかもしれない。あ、違うね。ここになんか多分くちばしがついてるはずだが、あ、これ違うわ。キャプスケじゃないね。でもあと9個もあるからね。ワンボックス10個。で、ワンボックス俺もっと入ってると思ったわ。ワンボックス10個なんだな。で、今回ワンボックスで出なかったら次回2箱。やって、カプスケは。ワンボックス確定じゃないんかな。でも俺ね、こういうのワンボックス確定だと思うんだよね。キャプスケか。キャプスケ、あ、違うね。キャプスケじゃないわ。違うよね。ま、ちょっと見逃しとかはないよね。顔とかついてないもんな。結構さ、がっつりカプスケ書いてあると思うんだわ。だから見たら一発でわかると思うな。黒いチョコレートでこう目とくちばしかなが書いてあるはずだから、見逃すことはないか。大丈夫だ。もうパッと見てカプスケじゃなかったらそれもカプスケじゃねえということだよな。どうだ。あ、違うね。カプスケじゃない。ちょっと不安になってきたぞ。ワンボックス確定じゃなかったらどうしよう。一応さ、2箱店員さん出してくれたんだけど、一箱で出るかと思って俺一箱しか買わなかったんだわ。でもさ、これ一箱確定じゃなかったら、もし、いやでもいいんだけどね、200個買ったとしてもさ、俺カプリコ大好きだからさ、いちいちも5、6本一気にさ、食ったとしてもさ、あ、でも5、6本食ったら2日になくなるから10本。いや、やべえな。それ、いやでも1日10本も食えるからね、普通に。食おうと思えば。でももったいないから、カップつけて、だ1日2本ぐらいにしといた方がいいよな。朝と夜っていう。もったいないもんね、一気に食ったらね。しかしながらキャプリコ美味しいから無限に、これさ、限界まで、どれぐらい食えんだろう。俺多分3時は余裕できると思う。10本でこんぐらいでしょ？パク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 。なんか作業しながらこうね、食べてパク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 。余裕でさ、いや、5時結構しんねえな。俺筋トレ前だったら余裕で食えるんだよね。筋トレすげえエネルギー使うからさ、筋トレ前はエネルギーを補給し、出ねえわ。待って、やべえ。カプスケ、これで半分だよな。ちょっとこれはまずい雰囲気になってない？これ。え、結構これ、レアなんかな？カプスケ。いや、チョコボールのさ、金と銀ほどじゃないと思って。金は未だに見てない。銀はね、めちゃくちゃ出るんだよね、あれ。銀は。これ違うよね。キャプスケじゃない。頑張って出ねえわ。ここまで出ないと思って、もう最初2、3個でぶっちゃけでポッて出るんじゃねえかって。カプスケで結構レアなんかな。カプスケ、あれだ、カプリコ占いだっけ。出たら1日すげえ運がいいみたいな。出た瞬間に、ペラ怪人開封したら出るかな。ペラ怪人。え、やべえ、出ねえぞ。どうしよう。これで、やばい。あと、これと、ちょっとやばいぞ、これ。本当にやばい。冗談でやばくなってきた。キャプスケ出ないの、お前。いや、前回は俺のミスなんで、間違えちゃったから。でも今回ミスじゃないから、絶対出る。カプリコン、カプスケに会えたらラッキー。え、出るかな？イラストとは異なる場合がある。あ、そうなの？ちょっと崩れてるパティーンもあるパティーンなんかな？キャプスケ頼むよ。おキャプスケじゃない、あ、違う、なんか、紛らわしいな、お前。キャプスケかと思った。穴じゃねえか、えぐられてるな。あ、違うね、目じゃないよね。やべえ、あと二つ。マジでか、あと、いや、でも、奥の方にさ、隠されてるかもしんないよね。キャプスケ、奥の方に。ワンボックス確定じゃないのかな、一個。カプスケ、マジそんなレアなの？見たいんだけど、俺今日。あ、いない。多分ここに目と口がね、くちばしが書いてあるはずだから、チョコレートの部分に。
コーンのとこに、めっちゃいい匂いだわ。待って、ちょっと食べようかな、2、3個。ちょっとお腹すいてきた。キャップ、すげえ、これ一気に貪るの夢じゃねえ。ワンボックスで買ったの初めてだから、俺。すげえな。でも一気に食ったらもったいないからな。罪悪感があるよね。うわ、こんな一気にちょっと、もっと分けて食べればよかったみたいな、あるよね。何回もそれで後悔しちゃって、でもお腹空いてる時とか我慢できないんだよな。よし、行くぜ。成長応援。成長応援。カルシウムとマグネシウム。行くぜ。キャップスケー、これ最後だからな。行くぜ。3、2、1。出てこいや。どうだ、キャップスケは。いねえわ。ワンボックス確定じゃない。うわ、激レアじゃん。キャップスケ、次回200個だな。次回200、ちょ、これ、カップスケ出るまでやるわ、絶対に。うわ、マジ今日出て終わるはずだったのに出なかったわ、カップスケ。超絶レアじゃねえか。しかしながらよ。しかしながらよ。キャップスケ出なかったけどさ。これ、天国じゃねえ。いや、200個買ってもよかったな。余裕だ。俺これ余裕で一気に食えるかんね。ほんとマジ冗談できれ。一気に食えるよ、これ。テレビ見ながらさ、無の状態で気づいたら、あ、もうないみたいな。よく、いや、みんなあるでしょ、パーティーン。もうその、すぐなくなるよな、この、めっちゃうまそう。あ、やべ、触ってたら、溶けた。俺の体温が。やべえな、触らないようにしないと。ということで、今回は、カプスケは出なかったと。いや、マジか！ワンボックス確定だと思う。こいつ、この野郎、こいつ。出なかったら、また次回ね。あと、この子なんていうの、カプスケと、カプコかな、カプエかな、わかんないけど、こいつも出ることあんのかな。まつげついてたらこの子だよな。間違いなく。次回だな。次回、今日出せなかったけど、次回、ワンボックスで出ると思ったんだもん、だって。まさか出ないんだって。次回こそ絶対にカップスケを出して、みんなで見ようと思う。いや、早く出していいな。めっちゃ楽しみ、カップスケ。どんな感じで食えないよな。しばらく飾っとこう。でも今、暑いから溶けるような、下手したらミスったらな。だから、早く食っちゃった方がいいから、次回こそカップスケでね、お会いしましょう。なかなか強かったわ。ワンボックス確定じゃないっていうことが判明した。まあ、それ知れただけでもよかったわ、情報をね。